ドル愛原のオンラインジャーク。今最もホットな話題をリサーチする強行突撃型情報番組オンラインジャーク。さてネットの前の諸君、今日のジャックターゲットはドール症候群だ。知ってるかい？近頃小学生を中心に密かに広まっている謎の病気だ。無反応や無気力などの言語知能障害を引き起こすという、つまり子供がお人形みたいになっちゃう病だよーん。この危機に対し我がオンラインジャックは独自のデータをもとに調査を開始した。私が世界を救う、サルバドール。ドール症候群、まさに正体不明の奇病。原因は環境ホルモンとかいろんな説があるけれど、僕が注目したいのはこの本、ネットゲームが子供を人形にする、ドール症候群の警告。この本を書いたのはここに住む筑波大学医学部の菅井太一郎という偉い人。この本によればドール症候群の元凶はなんとネットゲームにあるらしい。ネットゲームザ・ワールドとか有名だよね。相原も大好きだ。全世界で1200万人が夢中のネットゲームが奇病の原因とおっしゃるわけだ。何年か前にもザ・ワールドが原因で意識不明者が出たとか出ないとかって話があったけれど、今度はドール症候群もネットゲームのせいですか。まったくネットゲームに世間の風は冷たいよ。だったらこの本の根拠をお聞かせ願おうというわけだ。ではいざ。なんだこんな夜遅く。どうも、僕オンラインジャックのサルバドル愛原です。教授が出版したネットゲームが子供を人形にするについてお聞きしたいんですが。ふん、え、門前払い。開けて菅井教授、お話聞かせてちょうだい。どうせわしの本をとんでも扱いしたくて来たんだろう。帰れ。ここでちゃんと弁解しないとますます疑われますよ。弁解することなどない。わしは独自の調査に基づいて事実を書いただけだ。独自のデータとか言って、そのデータの出所が怪しかったりするんですよね。お前らと一緒にするな。だったらデータのソースを明かしてくださいよ。教授に迷惑はかけませんから。あ、貴様らなど信用できるか。それとわしは助教授じゃ。はい。菅井助教授に取材を断られた我々は、独自のデータをもとに菅井氏が調査を行った小学校を突き止めたのだった。ここが菅井助教授がドール症候群の調査を行った小学校です。ありふれたこの小学校を病魔が蝕んでいるんでしょうか。ではいざ。さあ良い子のみんな、このサルバドル愛原が来たからには安心したまえ。何ですかあなた授業中に。おお、こんなところに可憐な一輪の花が。セニョリータ、僕と一緒に世界を救おう、サルバドール。いやー、変質者。皆さん、ここは職員室です。先生に呼び出しを食らうなんて小学校の時にスカートめくりをして以来です。取材はきちんと許可を取ってからでないと困ります。アポなし取材が番組のモットーです。芸能界って常識ないんだから。怒った顔も魅力的。一体何の取材ですか。ドール症候群ですよ。4年1組担任、田島みちる先生。日本などが参加し、2017年の完成を目指していた国際宇宙ステーションが完成間近となりました。サッカー場ほどもある巨大な有人施設では、宇宙環境を利用したさまざまな実験、
研究を行うことになっています。行政オンライン関連法案が与党の賛成多数で可決され、国民背番号制の導入が決定的になりました。これによって政権の進めていた電子政府化はいよいよ最大の山場を迎えました。ディスプレイをかけていこう。ビジネスにエンターテインメントに、あなたをモバイルの重さから解放する新型 M2D マイクロモノクルディスプレイ発売。目の前にネットが広がる。マッハ3以上で飛行する新超音速旅客機 ASST の就航が決定しました。これによって東京ニューヨーク間が現在の14時間から2時間余りと大幅に短縮される予定です。一昔前、ネットゲームで廃人といえば部屋に閉じこもりパソコンにかじりついている人々のことでした。しかし現在ではモバイル機器の向上によって屋外でもネットゲームに興じる新しいタイプの廃人が問題になっています。2015年に火災を起こしたサイバーコネクトジャパン社の新本社ビルがこのほど完成しました。2年前の火災では出火原因は電子機器からの発火とされ、多数の死者、負傷者を出していました。武装した少年らによる校内騒動で事件を起こした生徒3人がネットゲームの愛好者であったことが分かりました。事件の真相が明るみになるにつれ、ネットゲームに対する批判が急速に広がっています。
Ooh.